2022年11月12日土曜日ですね。今日はまあ30分近く、まあ独り言もごもごですね、まあ言ってみようかなと思います。まあ今日はね、自宅マンションから北与野駅まで歩きます。まあバスに乗らないことにねしました。まあね、実際ちょっと節約の意味もあるんですけど、まあ昼間ね、昼間に日経新聞ね、日本経済新聞180円で買ってるんで、まあね、もったいない買い物してるんでね。いや、まあ普段から割ともったいない買い物いろいろしてるけど、まあ日経新聞は普段ね買わないけど今日買って、まあ昨日ね株価が、ね、昨日の金曜日ですね、株価が異常に高かったんで、まあ、2022年の、まあ、株高のポイントのところをね、日経新聞買って、まあ、来年の相場がどうなるか分かんないけどね、来年に、まあ、生かすというか、あの来年もね高値取りに行くんでね、どっかのタイミングでね。さ、来年の相場は分かんないけど、なのでまあ来年に生かすために日経新聞をね買いましたね、180円。なのでその180円と円並から北与野駅まで乗るバスが180円なんでね、それをちょっと浮かしますね。まあもともとね今日18時32分発の JR の電車に乗れば間に合うんでね、18時32分に乗れば全然、まあ本来の乗る電車はそれなんでね、赤羽駅というかね、まあ今あれですね、ちょっとずつね考えないといけないのは、いわゆる、まあ出口戦略ですね。出口っていうのは 何かというと、イコール、まあ意図的な失業になりますね。まあ意図的な失業というか、まあ年はねもう来年に持ち越すことにね、まあもう なってるというか、もうそういう段取りですね、段取りというか別に段取りをしてるわけじゃないけど、まあいろいろ考えが、まあいろいろっていうか別に一生懸命なんか考えてるわけじゃないけど、例えばその有給休暇っていうのは今30日現に残ってて、多分ね4月末ぐらいになると10日間プラス加算されるんじゃないかなと思われます。でこの有給休暇っていうのが、まあ、少なくとも最低限休める、休みになりますね。そのまま失業するのか、まあ、失業するんだったら前々から言ってるそのいわゆる特定時給っていうかね、特定理由、まあ、残業が多いとかね、そういうのが、まあ、今のところね残業は月間その45時間は普通に多分超えてるんで、まあ、普通にというか多分というか今のところ超えてるんで、これがまあ年始いわゆる来年になっても、まあおそらく45時間超っていうか、まあ、60時間前後で推移するんじゃないかなと思われるんで、まあ最終的にはその今のところね特定時給、これ なんで特定時給にしてうんぬんっていう話に自分でなってるのかというと、
まあ、株式投資資金だとか、あるいはその借り入れローンですね、キャッシングの借り入れローンの返済っていうのは基本的にはままならないんですね。ままならないというか、全然追いつかないんですね、現状ね。なので、まあ、意図的に失業して、で失業手当っていう、まあ、ぶっちゃけこっちにとって債権っていうのはできるわけですよ。まあ、債権になるな、借金じゃなくて債権になる。でだから特定事件っていうのは、まあ、自分で辞めても本来のその直近半年間の、直近半年間の中で3ヶ月連続超で残業時間が多かったら、まあ、特定理由にできるというような、ちょっと裏道みたいなやつなんですけど、まあ、それがね、生かせれば、失業は、会社、都合で処理が後々できるはずなんですよね。本来はできるようになってるんで、そうするとこっちに債権っていうのができるんだ。まあ多分8ヶ月分の失業手当じゃないかな。8ヶ月分なんで、だいたいざっくり120万円の債権が、できるはず。一旦ね、一旦120万という数字ぐらいが多分できるはず。月間失業手当が16万ぐらいになるのかな、多分。8だったら、8、1が8、8、6、まあ、120万円超ですね。120万円超の失業手当が債権として、まあ債権というかね、まあ本来ね、延長したらね、失業決まらず延長したら8ヶ月が10ヶ月分にまた延長できるんですけどね。いや本当そうなんですね。特定理由というか会社都合の場合は、もともと自分はほぼ5年間超えて今雇用保険というのをかけてて、そして年齢も45歳を超えて、で45歳超えると、まあ、失業給付っていうのはちょっと伸びるんですね、2ヶ月ぐらいね。で雇用保険も5年経ってるんで、まあその分でまたちょっと伸びたりして、まあ、このまま残業時間がね多ければ特定理由に、まあもともとね、その特定理由で辞めれるっていうのはめったにないんですよ。めったにないというかね、基本的にはなかなかないんですよ。まあチャンスというかね、まあチャンスって言ったら変だけど、でその特定、まさかね、その失業手当をね、8ヶ月間もらって、まあ、最長で10ヶ月になっちゃうと思うんですけど、もらった場合ね、失業手当で、有給休暇足したら、ほぼ1年近く休めることになるんですよね。ただ、仕事をしないで失業手当だけで生活するっていうのは、まあ、基本は不可能だというふうに思うんで、失業手当の債権を、まあ、再就職、ただね、再就職手当っていうのはね、基本的に安定したところというか、雇用期間が1年超、まあ、ほぼ間違いなく1年以上にわたって雇用されるっていう、ある程度の保証がないと再就職手当っていうのは手にできないんですけどね。
まあ今ね、まあ、僕はあの基本的にはギリギリにならないと物事っていうのは考えない方なんで、その少なくとも今はちょっとお金を貯めてやめようねっていう方向にちょっとシフトしてるわけですね。以前にもちょっと触れてると思うんですけど、まあ、20万円ぐらい貯めて、まあ、やめると 楽なんじゃないかと。でも実際はね、20万でもカツカツっていうか足りないんですよね。20万ぽっきり貯めてやめたでは足りない。正直ね、例えば失業期間ってぶっちゃけ遊びに行けます。遊びに行けるんですよ。そのちょこっと就職活動してね、ちょこっと就職活動して、まあたまにね、たまにというか1ヶ月に1回か職場行って、失業中にまあ、仕事探しの活動しましたよっていう証明をね、確かするんですけど、まあ、自己申告のもありますけどね、まあ、自己申告の方が多いかな。それをね、まあ僕は職案というのは確かね、失業っていうのはね、まあ、失業手当っていうのは初めて使ったのは37歳の時が最初ですね。37歳の時はね、だいたい10ヶ月までいかない、いやでも長かったな、あの時は長かったな。9月1日に有給休暇スタートしましたからね、37歳の時はね、まあ、それはね、会社倒産がまあ理由なんで、会社都合だったね。まあ、倒産っていうか、会社倒産の手続きする間に辞めたね。あれは退職金もらえなくなるかもと思って焦って辞めたけど、多分後々もらえたんじゃないかな、ちょっと残って辞めても。確かね、退職金は減額になってたよね。3、40万ぐらい多分減額になってたと思う。いやでも退職金あるっていうのはね、ある意味ちょっと恵まれてましたね。まあ、80万円ぐらいでも大きいよね、7年勤めて。まあ、今 YouTuber の個人投資家のギフボーイさんが、まあ、僕はギフボーイさんあまりいい印象を持ってないけどね、まあ、お金をね恵んでくださいって。実際にお金恵んでもらいながら投資活動とかしたりね、少し暴言吐いたりとかね。なんか今は株式投資というか投資の質がどうなってるのかよく分かんないけど、悪くなってる。FX とかも為替取引も多分過去最高の水準なんですよね、多分。これ間に合うかな。まあまあギリ間に合うのかな。際どいな。今日これ移動してる間に独り言もごもご言ってるのに、独り言もごもごっていうのは別に誰か他人に対してメッセージ発信してるわけじゃなくて、後から自分でクソ暇な時、まあ例えば失業した時とかね、主張してなんかこんなこと言ってるなとかって、まあ、ちょっとね振り返りで
煮るという意味で撮ってるんですね。まあ、ただ37歳の時の失業の時はただ失業してたわけじゃなくて、あれしてたよね、バイトしてましたね。まあ、バイト本来したらダメなんですよ。バイトしてましたね。もう時効なんでね、多分言えるはずなんで、時効、とっくに時効ですよ。だバイトはして、バイトの申告はしてたけど、過少で、めちゃくちゃ過少でやってましたね。超短時間のアルバイトしたら失業手当をね、まあ、伸ばせれるんですね。多分原理的には伸ばせれる。そのやった分1日をなんていうんですか、伸ばしていけるんで。何時だ、あれ、今見たら18時18分なんでね、まあ基本的には乗らないといけないね、18時32分に。まあ、少し気持ち急ぎ足で、まあ今丸越の交差点過ぎたんで、丸越の交差点過ぎたら、まあ北浦駅までも、まあ、そこそこ近くなるんで、まあ多分間に合うと思うね。12、3番は歩いていけるはずなのに。まあ今はね、今はね、貯金をちょっと貯めることに注力した方がいい。で、貯金をちょっと貯めようと思ったら結局働いてないといけないね。働かないと。今は僕は働き方が満足はしてないですよ。まず非正規ですからね。自分で選んだ非正規じゃなくて、在職してる間に非正規にされたというパターンなんでね。まあ今はね、僕はあまり今のところ非正規だとか正規っていうカテゴリーはまあそんな異常には気にしてないけれども、めちゃくちゃ気にはしてないですけれども、その50歳、まあ50歳までそんなもう長くないんだけどね、50歳に到達するまで。だからまあ、せっかくだから、まあ、僕はもともと株式投資ってにものすごく注力をしてたわけですよ。まあ、今も基本的には株式投資にそこそこは注力してるんですけれども、やっぱりね、株式投資やってその犠牲にしてるものっていうのもものすごくいっぱいあると思うんですよね。ただでも株式投資やってるから、それをライフワークっていうわけじゃないけれども、まあ少しね、生きがいにしてるっていう面もあるっちゃあるんですよ。だって株式投資してなかったら何かに熱中するっていうことはもうないんですよね。何かにそのもう旅行もね、そんな一時みたいにね、まあ50歳ぐらいにね近づいてきたら、もう40、そうだな、もう最近だよな、もう旅行行ってもここやっぱ心からもう楽しめなくなってますね。まあもともとそんな旅行行ってもなんか割と贅沢なことはしてないんでね、なんかもう貧乏すぎる旅行をねして、時には野宿とかね、
矢野塾とか真面目にやったりしてますからね、まあ、最近はね あれ快活クラブに泊まって、でもそれでも快活クラブで、今年前半とかお出かけで旅行してるけど快活クラブとか利用してるね。快活クラブってインターネットカフェですね。インターネットカフェ、それでね3時間コースとかでね600円とか700円とかね800円とかそんなあの料金をね払って、3時間でね、でその間にそのなんていうんですかね、割合最終電車終電でその駅に、ま、駅に現着してね JR とかねで始発に乗っていくと、その間街をねちょっとプラッと本当プラッと歩いて快活クラブで、まあ、快活クラブで、快活クラブは野宿じゃ、野宿とは言わないね。飲み物飲んで、シャワー浴びれるますからね。まあ、シャワー浴びれる。シャワー浴びて、ドリンクバーでドリンク飲んで、携帯電話充電して、で、まあね、本もちょこっと読める。野宿ではない。だそれが宿代わりだったりするね。いや本当にそういうことはしてますからね。だから来年もし失業してお出かけするにしても、多分快活クラブとかってそこそこ利用するかもしれないですよ。だって今ホテルとか泊まってもやっぱ最低でも 4,5 千円はかかるわけですよ。で今旅行支援で基本的には、まあ、ビジネスホテルとかそっちの方は今はあんまり値上がりしてないはずですけど、だからビジネスホテル泊まっても 4,5 千円でやれることっていうのは、あの基本はシャワー浴びて、ビジネスホテルとか浴槽狭いですからね、わざわざ浸からないですね。シャワー浴びてで、まあ おやつ食べてね、まあ、僕テレビあんま見ないからね、いやテレビあんまり見ないというか全く見ないね最近、ここ何年か3年5年全く見てないテレビ、 YouTube とかは見るけどねテレビ見てない、まあ、もうそれだけ世の中と接点を立ってるっていうことだね。今時間が18時26分ですね。だから一応間に合うね。18時32分の電車に。だからビジネスホテル仮に泊まったとしても、シャワー浴びて、おやつ食べて、でベッドにゴロッと、まあベッドにゴロッと寝れるのはね利点かもしれないけど。まあでも快活クラブで3時間で600円700円に抑えて、まあ携帯電話の充電とかもねあれもできるしね、快活クラブでインターネットカフェでね、でドリンク飲んで、それでまあ3時間しか過ごせないけど、でも確かね安いとこだとね、ぶっちゃけ6時間とか8時間過ごしてもね多分1000円ぐらいに収まるんですよね。快活クラブはオープンシートでね、いわゆる座席シートね、まあ、そんないわゆる旅行のクオリティっていうのはそんな感じなんですよ。でそれはもう当たり前のよというか、平気でそういう選択をするんでね、しちゃうんでね、あまりクオリティがいい旅行にはなってない、ね、だから本来ね旅行もねあんまやっても面白くないね、ぶっちゃけ。今 何にその頭とか行動のエネルギーに注力してるかっていうと、
やっぱりあの株式投資の方になっちゃうわけですね。あの僕はあの1年間に評価資産額を2倍にするんだっていう、まあ今年ねちょっとね途中まではなんか全然達成できそうな雰囲気だったんですけど、今ちょっとかなりもう難しくなっちゃいましたね。やっぱり損切りはしないといけないね。損切りっていうかね、評価資産額が増えた時だとか、いわゆる含み損っていうのが減ってる時だとかっていうのは損切りを断行しないといけないね。あのそれを見逃すとなんかどんどん評価資産額が減っていったりだとか含み損が増えていったりだとかしちゃいますね。損切りが重要っていうのはそういうことじゃないのかな。テスタさんとかかな、損切りは利益確定って、損切りは利確とかっていう格言言ってますからね。まあ僕は意味わかんねえとかって思ってたけど、まあ結局そういうことだと思うんです。評価資産額が増えてる時とかやっぱり損切りしないといけない。そのままにしてたら違う方向に行っちゃうからね。違う方向っていうのは損失が拡大するよね。電車は大丈夫かな。もうイルミネーションですね。北井の駅前のイルミネーションは大したことないけど、クリスマスが年末がね近づいてきてるとやっぱりイルミネーションやってますね。はい、北与野駅ですね。これがこれからしばらく利用する北与野駅ですね。はい、とりあえずここまでですね。独り言もごもご。